今やネット社会で世界は身近に感じられる時代になり、これまでよりも国際化が進む現代ですが、日本人対するイメージは誤解も多いようである。未だに侍や忍者の存在を信じている方や、中には日本人はアニメや漫画好きというイメージを持たれている方も少なくはない。まあ、実際には日本人全員が好きなわけじゃないし、例のクジラとかイルカを食べるなんて、全く大きな誤解だと思うのだが。しかも、よく、外国人は、日本人は、みんな、どんな時でも礼儀正しいって言われると、気恥ずかしくなってしまうのだが。では、どうぞ。それぞれの国に対して、特定のイメージがあるのは自然なことかと思いますが、それが、実は誤解や偏見だった、ということはままあるものです。翻訳元のスレッドでは、日本人に対して持っていた誤解や偏見が語られています。コメントされた方には、実際に日本に来てみて、良くも悪くも誤解が解けた、という方が多いようです。日本に暮らしている人間にとっては、なかなか分かりづらい点ではありますが、外国人が考えるステレオタイプな日本とは、さて、海外の反応。日本人は、毎日毎食寿司を食べていて、全員魚が大好き。すべてがハイテクで、大都市ばかり。伝統的な衣装を着てる。パンは誰も食べず、音楽は、すべて三味線とことのみ。アニメと漫画は、大人にとってクールなもの。子供たちは、超頭が良くて、勉強が大好き。子供たちが勉強好きとされるのは、日本の場合、勉強のできる子は人気者になれるからだよ。アメリカの場合は、オタクっぽい手見られるけどね。初めて日本に行った時は、ジッパー付きの特別なブーツを買ったよ。だって、屋内に入る時は、必ず靴を脱がないといけないと思ってたから。実際に靴を脱いだのは、33元堂に入った時だけだったけど、そうじゃない時もあるから、紐なしの靴を履いていった方がいいぞ。後穴が開いた靴下を履き続けてるやつ。日本では、恥ずかしい思いをするからやめとけ。日本人は、目立つ良い車に乗っていて、ドリフトしまくりだと思ってた。日本が誤解されるのってさ、一般的に奇抜なエンタメが、あの国から来るからでしょ。みんな、ネットでそれを見て、日本は、住むには、楽しい場所って思うんじゃない。若い子たちは、ビジュアル系が日本で大人気だって誤解してるよな。海外でも人気のあるバンドは日本でもビッグでみんな聞いてると思ってる。欧米のメディアが伝える日本の情報の 99% はステレオタイプと言っていい。俺が好きな勘違いは日本はどこにでもハイテク機能があるってこと。でも大都市でもファックスを未だに使ってるもんね。あの忌々しいファックスを撤去しようとしないんだよ。1日本人は冷たく感情に乏しい。実際は表情豊かで面白い人たち。2日本は未来的なんて次元を超越してて、すべてが人工知能。3東京は汚い街。実際は世界トップクラスの清潔さ。4日本人は礼儀がなってない。実際は多くの国民より礼儀正しい。5日本人はみんな生魚、ご飯、奇妙なフードを食べてる。実際は、ファストフード店の展開規模は世界トップクラスで、フランス料理店や中東の料理店がめっちゃくちゃある。6日本人は、外国人が嫌いで、からかってくる。7日本には変質者多い。8日本人にいるときは、何回も、あらゆる状況でお辞儀をしないといけない。東京が汚いなんて、これは新手のジョークか？アメリカと比べたら、東京なんて清潔なユートピアみたいなもんだぞ。アメリカ人の日本のイメージは、異常なほど清潔ってことだろ。オーストラリア人は、東京暗い道や電車内が綺麗なら、っていう考えになるくらい、清潔なイメージを抱いてるぞ。ここに追加すると、日本ほど三つ星を獲得してるレストランがある国は他にない。フランスよりも3割くらい多いんだから。偏見じゃなく、日本人は外国人がかなり嫌いだと思う。改善するように努力してるけど、今でも大きな問題だよ。そのひどいステレオタイプの知識はどこで得たんだ？俺が住んでるところじゃ、一つも聞いたことないぞ。どっちかっていうと真逆って言ってもいいくらいだ。みんな背がすごく小さい。洋服も建物も小さい身長に合わせて作られてるってこと。欧米から来た人にとってはかなり苦労する部分だって。これはほんとそう。出入り口は頭をかがめないとぶつけちゃう。ピエロ用の靴って思われないで貝靴を買うために日本を出る必要があったくらいだからな。日本人が、じゃないけど、アニメ、漫画ファンの人って、秋葉原がオタクにとって唯一の聖地だって思ってるよね。実際のところは、秋葉はかなり小さくて、1時間半もあれば回れる。今は、中野の方がアニメ、漫画の天国じゃなかった？日本の労働者は、全員働き者で、超がつくほど、効率的に仕事をする。だけど、僕の経験的に、それは事実とは正反対だった。みんな、確かに長時間働く。でも、単に非効率なやり方で時間を無駄にしてるだけ。早く家に帰る人より、長く働いてる人の方が頑張ってるって考えられてるから。早く帰る人は、仕事をすべて終わらせていたとしてもね。日本では、すべてがハイテクでできてる。地方の銀行や役所に行けば、その実情がわかるよ。日本には、使用済みの下着を販売する自販機が曲がり角ごとにあるとか、とにかく奇妙でありえない文化にまみれてる。こういう点に関しては、大げさに伝えるメディアの姿勢に 100% 責任がある。君の言ってることの大部分は同意できる。でも、技術に関しては、日本が世界のはるか先を行ってた時代が確かにあったよ。90年代に日本に行って地下鉄に乗った時、すでに皆が携帯電話を持ってた。アメリカには折りたたみ携帯すらなかった時代にだ。今ではアメリカ各地で見られる光景になったけどね。20年にわたる不景気が日本の発展を妨げたんだよ。日本からすれば追いつかせる時間を世界に与えたってことになる。どうしてMD が日本以外で流行らなかったのか、未だに理解できん。みんな、日本のコマーシャルとテレビ番組を、とにかく変だって思ってる。アメリカにだって、変な CM とかあるのにな。ハイテクのイメージのせいで、日本に行った時は本当に面食らったわ。JET プログラムで行ったんだけど、指定されたホテルに泊まったんだよ。そしたら、60年代って、感じの目覚まし時計が置いてあったの。そんで Wi-Fi もない。今時、ホテルに Wi-Fi がないってどういうこっちゃ？アパートでも灯油給湯器を使って自分でお湯にしなきゃいけない。おーい、俺はエストニアじゃなくて日本に来たんだぞって思ったよね。Wi-Fi が整備されてないのは痛いよな。日本でもアメリカと同じくらいには整備されてんのかと思ってたよ。日本だと、無料の Wi-Fi って主要駅かスタバくらいにしかないんだもん。日本の人は、パソコンに詳しいっていうイメージがあったけど、実のところ、一般的に使い方を知らない人が多い。日本は、他の先進国と同じだよ。お金持ちも貧しい人もいて、クールな人もオタクっぽい人もいる。日本に対する一番の誤解は、とにかくおかしい国って部分だろうね。ネットで日本の変なファッションとか紹介されてるけど、7年間日本に住んで分かったのは、外国で変とされるものは日本でも変だってこと。ネットに上げられる変なものって、ジョーク商品を販売するお店とかにあるんだ。外国人にとって変とされるものは、日本国内でも変なんだよ。外国人にとって、日本はハイテクというイメージが強いようで、実際に日本に来た方にとっては、いわば期待外れな面があるようです。昔は確かにハイテクだったというリプライも結構目立ちました。確かに、日本の技術力は、これは、世界に誇れるものが多いが、すべての面でそうなっているわけでもなく、工業面でも下町工場の高い技術力に支えられている事実がある。外国人から見た日本人のイメージには、これまでの旧態依然とした日本の姿だけでなく、今の日本の抱える課題を明確にするコメントも見受けられた。世界が自国の利益を追求する流れの中で、今後の日本がどの方向を目指せばいいのか、世界からは厳しい目で見つめている。